いよいよ第3シーズン優勝決定戦、頂に立つのは柳川明夫か、それとも辻三蔵か。雄一、最強の馬券師を決めるため、5人の馬券上手が火花を散らす。競馬っていうのは競馬の決まり手、力通りっていう、ケースね。あとだから展開、その時馬の状態、馬場乗り役、全てが一個一個全然違うと思うから。でも大半が偶然だと思ってる、競馬の決まり手の7個8個は。続く第3レースはダート 1300m の3歳未勝利戦。戸崎の130円って永遠に勝てない馬がまた130円だ。なんでこんなになるのかって、メンバーがいないからだと思うんだけど、弱いんだよ。だからな、だからっつって買う気にはなる、来るとは思えねえし。未勝利で、しかもこの時期でどの馬が強いとかって分かりづらい。分からん、みんな分かんねえんだもん。2着につけ、おうおう、2着に本命つけちゃうべ。だから2着だからもう次勝てるだろうと、みんなで10着なんだから。分かんないから、そこに分かりやすそうなところにバッと集まっちゃうっていう。そうそうそう、人間の頭そんなもんだよ。ピーマンも出てんのか。ピーマンと人参か。このレースにはユニークな馬名でおなじみの森中茂氏の持ち馬が2頭出し、いずれも人気薄となっている。人参は人気が、人参だって人気ねえだろ。93か。おいいな。茂人参と勝っておかし驚かねえけど、茂ピーマンと勝って驚くんだけど。柳川の馬券は3番シゲル人参と7番ムーンフォースの単勝を1000円ずつ。7番ムーンフォースは7番人気、柳川の本命。あんま自信はない。そうそう、運があればそこそこ来るだろう、その辺だ。一方辻は、いや汗かいてる。いやちょっとやっぱこれは気になるね、5番のアスクベリーウェルね。私の本命ですけどね。辻の本命は4番人気の5番アスクベリーウェルということだが、まあ、このアスクベリーウェルをね、まあ、本命に打った理由はですね、まあ、前走ね外枠でね16番枠引いてね、外外回ってね末脚をなくして7着で負けてるんですよね。本来かね内枠でね先行力を生かすタイプなんで、まあ、今回5番枠を引いたっていうことでね、まあ、新馬戦で2着してますから、その時と同じ内枠で、ね、うまく立ち回れば面白いとは思ってたんですけども、ただね今回中3周での出走で中間の調整でね結構ハードにやったんですけども、そのせいかねマイナス10キロで体がかなりこの絞れてるっていうか、まあ、ちょっと細くなったんですよね、まあ、ちょっとこれからは変えないですね、はっきり言ってね。よくねその夏巻きを 見分けるコツとしてですね、よく昔から言われてるその目の周りが黒くなるっていうんですよ、黒ずむっていうんですけども、黒くなってますからね目の周りがね体調悪いんじゃないか普通にっていう風な感じもするんで。ということで辻はその代わりに3番人気の14番スリーミニオンに注目。まあ追い込み馬なんですけども、で2走前でもね中京のダートの 1200m で3着してますし、まあ末脚を生かす競馬だとね黒いも持たせると思いますんで、パドックの雰囲気も悪くないですし、これからちょっと様子見で買ってみようかなって感じですかね。まあ8はいいですよ、ディアバビアナは。まあこれが外さないと見てからの3連覆でもいいかもしれないし、ここは柔軟に変えていこうかな。そうと結果辻は本命5番と14番の単勝、1番人気8番を軸にした馬連を購入、合計1万円。まあこのレースは勝負レースじゃないんで、4レースが勝負ですから、まあ、流れを切らさないような買い方をして次に挑もうかなと。長岡、いや長岡頑張って、やりました。辻本命5番は5着だが、8番を軸にした馬連が当たり連続的中。やっぱあれだね、よくなかったね5番はね、ガス欠だもんね。まあ8倍なんですけど抑えて3000円ですと、まあいいでしょう、取れてない馬券だから。はい、あれですけども、はい、競馬終わった。どんな競馬したんだ。人参だけ見たかったけど、まあいいや。